ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。いくぞー。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ニューヨークさん ITN でございます。初めての方、はじめましてね。さあ、今回はですね、モダンコンバット5で拾い物動画やっていきたいと思います。人を殺すたびに武器を拾っていくやつですね。武器をって感じた。おっと、これは USB ですね。早速一番最初に拾った武器、なるほどなるほど、でやっていきたいと思います。はい、ちなみにクラスはスナイパーでやってます、奥さん。はい、おーおー、ナイフモーション中華で、次なんだこれ、また USB ですね。またもやいる USB か。まあまあまあ、いいでしょう。よし、行きましょう。まあ、最初死んだ時はリスポーンした時に使う武器はハンドガンで行きましょう。ハンドガンで1キルしたらそこからスタートみたいな感じですね。あ、やべ。さて、敵が来ないなぁ。はい、来てほしいなぁ。待って、なんかいらん。まさか。待って、そこにリーコンいるの分かってるんだけど、ちょっと下手に勝負したら死んじゃうから。よし、あ、いたいたいた。おぉ、ちょっと待って、インパクト上げてる。おりゃ。よいしょ、よいしょ。あれ、当たんね。よいしょ。よいしょ、オッケー。で、この人何使ってんだ？インパクト、インパクトでございますか。おー、すごい、もうなんか投げ物地獄だな、本当に。ここまで来たら、さあさあさあ、どう、あ、おったあったあった、おったあった、ちょっと待って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 、えいえい、そんな感じか。よし、オッケー。で、ボスクロゲットか。よし、オッケー。おお、やばい、これ打ち負けるんじゃないよ。そういえばボスクって弱体化来てましたよね。なんか威力が下がったりやらないやらいっぱい来てて、よくわかんないんですけど。よいしょ、あれ、発射、よいしょ、よいしょ、よし、オッケー。で、この人何使ってんだ。あれ見えない、あれ取れない、あ、まあいいや、じゃあちょっと、とりあえず押してるボスか。よーし、オッケー、ヘイドショットで。この人なんだ、チャブテックプロですね。あれあれ拾えない、あれあれ拾えない、あー、あったあったあった、チャブ台のプロですね。あー、もうちょっとなんか拾えなくても死んじゃったよ。まずいまずいまずい。よし、レッツゴー。さーて、今裏路線一人おったら、よいしょ、まず一発当てたから、あともう一発ですね。お、よーし、オッケーで、待って、撃たれてる、待って、ボスクプロ拾って速やかに対処しましょう。あれ、これ必勝一発じゃない、あ、違うね、あ、PR ゲッチュ、すげえ、安牌武器ゲットだ、安牌武器。さあ、ここで PR をゲットして奥さんがどういくかと言いますと、と、違う違う、あ、いたいたいた、待って、でもあんな奥、うおー、いるいる、ちょっとこの人、あー、この人倒してからこの人の武器拾おうかと思ったけど、ちょっとえぐいな、PR か、強すぎだな、PR。とりあえずじゃあ、まあ、ハンドガンでキルする前に落ちる武器拾っていきましょうか、ちょこちょこっと。よし。はい、USB。違った、これベレッタだ。これベレッタのプロや。ベレッタか。あ、ミスター、間違えてくれなかった。これまた渋い武器使いますね、ベレッタとは。あ、いたいたいた。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、やばい。ちょっと、いや、視点がラリってる。おー、いっぱいいる。ちょっと、これベレッタ難しいぞ。ちょっと待って、ベレッタ難しいぞ、予想以上に。で、これ何使ってるのかの人。あー、拾えない。あれ、なんか今日いつも思うんですけど、拾い物の動画って結構ぐだりますよね、なんだかんだ言って。なんでこんなぐだるんだろう。てか、武器を落とさないのかな、そもそも。あんまりそれのせいでいつも時間かかってるっていう感じがする。人殺してから武器拾うまでだいぶ時間かかってるんだよね、奥さんはいつも。あれ、これ上か、これ降りてくるよね多分。あー、リーコンか、まずい。ヘッドショットか。珍しく奥さんがあんまキルできてませんね、キルできてませんね、今回。あ、コンパクトが落ちてる、じゃあ使おう。ノンカツじゃねこれ。ガチかよ。ノンカツじゃねこれ。よーし、オッケー。バンティハンター。USB じゃなくて、ベレッタか。あ、どうも。待って、モモン来たね。お、ヘッドショット。あー、モモン来た。やばい。ヘッドショット、ヘッドショット。オッケー。待って、やばい。じゃあ拾おう。あー。あ、サンキューサンキュー。ちょっと待って、いるいるいる、花、やべえ、ナイファー、ナイファー、ナイファー。おお、ちょっと待って、やべ、当たんね、当たんね。バタバタバタ、すごいことなってるもん、本当に。やばいなー。よし、1分半か。まずいな、全然キルできてねえな。ちょっとね、奥さん今起きたばっかなんですよ。現在はね、朝の8時。よし、オッケー。ちょっと眠いんですよね。あ、オッケー。おお、すげえ、3枚抜き。ドミネーターで3枚抜きってすごいな。野良っていうのは分かってるんですけど、なんか嬉しいな、3枚抜きした。あ、やばい。ヘッドショット、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 当てるねー。
相手のリロードしてる隙を狙いましょう。よし、オッケーで、ボスクゲッチュ。ボスクゲットして、ここにデコ1個置いといて、待って、そこにPRが1人いるから気をつけよう。よし、オッケー。オッケー、立ち回りを見せていく。これ、ワンチャン奥さん1位になれるんじゃないですかね。これ、あと4球したらもう1位になれますからと思ったんだけど、なんか裏来てる。あっ、コグプラチートでしょ、マジで。ほんとコグプラチートだと思う。強すぎる、あの武器。激そう、ガチで、あれは。使われたら、おいってなっちゃうから、ほんとに。ガチでなっちゃう、あれは。使ってて普通かもしれないけど、使われた側としたら、マジであれはやばい。インパクト。よし、行くか。あと30秒か。やばいな。空爆入れろ。成功してないかな、空爆。あー、成功してるんだけどな。飛んでませんね。一人降りて、やば、あ、ちょっと。ほ、やばい、当たんね。待って、一発も当たんね。待って、まずい。相手もハンドガイになった。うわー、当たんね。弾が当たんね。やばい。バレてるよね、わしの位置完璧に。ほっ。よし、オッケー。ボスクに打ち勝っていく。真正面勝負。はい、というわけで、今回はですね、マダンコモット5の広いものの動画の放送させていただきました。なんかすごいことになってね、相変わらずグダグダしてるんですけど、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。間違えちゃった。もうこの中でデバイスさが、これはデバイスさが感じられる。これはあかん。誰が一番動画早いか、まあ、わかんない。やつ。やつ。おい、あれ、全然。